トリカラは、ギリシャのテッサリア地方の北西部の町であり、トリカラ県の県都である。長距離、バスターミナルトリカラの町は、ギリシャ中央部の肥沃なテッサリア平原上に一致している。古代ギリシアのホメロス時代には、トリッカと呼ばれ、三つのアルゴナウ大神話の発祥地だとされている。また、アスクレーピオスの出身地だとも言われているが、これは、 古代に彼の大神殿が存在していたエピダウロス出身であるという説もある。医学の神であるアスクレーピオスの神殿であるとともに、病院でもあった遺跡は鳥からの町の中央広場と聖ニコラオス教会の間に現存している。また、ギリシャ・ローマ時代のモザイク画が描かれた床や、店や公衆浴場などの遺跡も多く残っている。 東ローマ帝国時代になると古代のアクロポリスには要塞が築かれた。こうして街にはリタイオス川が流れ、聖デモトリオス教会と聖アナルギュリ教会がある現在の鳥からの町の原型となった。その後鳥からはオスマン帝国に併合され、やがてギリシャ王国の統治下に入ったが、 1897年の木戸戦争では4月28日から6ヶ月間、オスマン帝国に占領された。対戦中のピンドス公国の支配下ではトリカラの国民意識の融和が進んだ。トリカラにはトリカラ県立病院がある。また、1994年に設立されたテッサリア大学の体育、スポーツ科学学部の本部がトリカラに置かれている。また、20を超える。 中等教育学校が存在している。2005年12月から鳥ら地区では各家庭に高速無線インターネットの接続が無料で行われた。これによって2007年には約95%の地域でインターネットが使用できるようになった。また、鳥らはプロサッカークラブの英雄鳥らの本拠地でもある。ありがとうございます。